こんにちは、かなです。今日はですね、ウェイランドルックブックレザースカート編をやっていこうと思います。イエーイ。これ実はね、アフレコは3回目でもう声がガサガサです。2回失敗しました。このレザースカートを着ましていくよ。ではレッツゴー。じゃん。はい、こんな感じでデイワンです。今日のね、今回のルックブックはほぼシーンで買ったものをトップスで合わせていきます。和風風のトップス、ちょっとお腹がキュッて、横の部分がキュッてなってるのがポイントで、お尻が綺麗に見えますね。このレザースカートは何でやってるかっていうと、レザーパンツがもうボロボロになってしまって捨ててしまったので、その代わりにスカートでやってます。ちょっと声がシャカシャすぎませんか。ちょっと大丈夫かな、滑舌平気ですか。もう分かんない部分がいっぱいあるかもしれないけど、いいよね。はい、第デイ2です。これもシーンで買ったチャイナ風のトップスですね。おっぱいボローン。すごい短いトップスだからなんかお腹がすぐ見えるのよね。で、カバンはベニスの商人で買ったカバンです。めっちゃかわいい。このね、レザーパンツのトップスは結構短い方が、レザースカートのトップス、私が短い方ね、短い方が結構好きだから、全部ちょっとクロップだけそんな感じの短いやつで合わせていきます。あ、ダンスしてる、楽しそう。私はもう声がガサガサだよ。はい、こんな感じ。イエーイ。ピースピースピース。バイバイ。デイ3はお気に入りのジャケットと、中はですね、ハットクローゼットのさんのおっぱいおきす向けのお洋服のタンクトップです。で、こう寸胴に見ちゃうから、こうウエストポーチで引き締め効果だよって言ってますね。ジャケットは羽織っても、羽織るの、ジャケットは羽織った方が私は好きですね。はい、こんな感じです。かわいいかわいいかわいい。で、カチューシャもやってみてよっていう感じですね。これはね、カチューシャをやった方が可愛く見えるから、あー、生足だったー。そして電気が切れてしまったー。これは、レザースカートの時は全部ミーハイブーツで履くよっていうアピールです。ちょっとポーズ決めてますね。はい、こんな感じ。カチューシャがあったらちょっとなんか学生っぽい感じだから、スクールガールっていう感じだね。キュンですキュンです、ハートやってますね。楽しそうですね。バイバイ。デイ4でちょっとカジュアルな感じですね。ウェイウェイウェイ。これは手越くんとお揃いのシャツでございます。ワールドボイのフェイマスのシャツですね。あとハットもそうですね。で、ちょっと多分これもちょっとね、寸胴とシャツが私本当に似合わなくて、パッてなんか寸胴持っちゃうから、ウエストポーチが引き締めて、この白い帽子もワールドワイドフェイマスなものです。で、私はこっちの方が好き。この帽子からの帽子にサングラスと合わせてカジュアルな感じにしてみました。かわいい。なんかすごいポーズ、ダンスしてるし、ウエストポーチかわいいね。ピースピースピース、すぐピースしちゃう、ピースしちゃう。で、これもトップスはクロップだけ短いやつですね。これお腹短いのって言ってやってますね。で、スカート上げて下げて OK って言ってます。これは私が今大好きなハマっている色の忘れな草色ってやつですね。フォゲットミーノットって色です。可愛くない？お尻も綺麗に見えるし、最高の気分で動画撮影しました。イエーイ。プリ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 。これ帽子かぶってるのって言って撮ったらこんな感じですってアピールですね。すぐね、服上がっちゃうのこれで。帽子あった方がいいよって言ってる。なんでかっていう と、ウエストの位置も高いし、クロップだけだからね、高く見えるし、帽子があった方が目線が上に行くからいいよって言ってますね。これそうそう、アップアップ、じゃーん。で、これ短い、ピースピースピース、イエイイエイイエイ。で、こちらが短いから、丈が短いから、ボンキュッポンに見えるって言ってますね。ボーンキューボーンですね。はい、こんな感じです。ピースピースピース、すぐピースするやん。ピースピースピース、キュンですキュンです、すぐキュンするやん。バイバイ。おっぱい丸見えじゃね。バイバイじゃんね。何弁。はい、デイ6です。これはね、ちょっと短いですね。このトップスはなんかやってない、何ダンスしてんの。怖い。これもね、ワールドワイドフェイマスの帽子です。外しましたね。ちょっとカバンがね、なんかどっか案件でもらったカバンです。かわいいね、夏っぽくて。でも一
回しか使ってないです。でこのトップスはねグリーンで、ね、ちょっと私に合うかなって思って自分で買ってみました。はい、でも全部そう思って買ってるけどね、買うとき服を買うときは。ちょっと声がもうガサガサです。今はね深夜の12時40分ぐらい、お尻でなんかやってます。これなんかちょっとねパッドが入ってて、このトップスにもう胸がねすごい胸って感じですね、いつもより。ほらやってる、パッドが分厚くてボンボンでやって持ってってる。え、止まったね。もう服は迷っててますね。バイバーイ。はい、デイセブンは、まさかの露出狂スタイルでした。服が長すぎてですね、スカートをパンツ代わりに履くという感じにしてみました。スカートがめくれても OK だって言ってますね。可愛くないこのシャツ、ほら言ってる言ってる。マリリン・モンローみたいな服でしょ、これもシーンですね。でもおっぱいが本当に丸みなので、あーこんな感じで着てみました。じゃーん、じゃーん、じゃーん、何回あるの。はい、こんな感じでブックブックでした。イエーイ。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。みんな見てくれてありがとうね。アフレコでごめんね。バイバーイ。まだね。バイバーイ。